はい、今まで6月になかった危険な暑さがまあ、2日続いたということでえ、ここからテレビ朝日ウェザーセンターの森口哲夫気象予報士に聞いていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。最後でなぜこう油圧になったんでしょうかね。はい、やはり背景には世界的な温暖化があると思います。そ<う>えこちらは気象庁が毎週発表している世界の異常気象速報というものなんですが。 先週中国に暖気が流れ込みやすかった状態が今日本の方に移ってきたということが言えるんですね、はい、でこの先はさらに別の要因で暑さが続いてきます太平洋高気圧に加えてチベット高気圧が重なるいわゆるダブル高気圧<わ>この状態になりますので熊谷では今日と同じように38度、37度危険な暑さが続きそうなんです ちょっと雨のマークがないんですけれども、はい、梅雨は明けたんですか。はい、あの正式には気象庁が発表するものですけれども、はい、私個人としては関東はもう梅雨が明けたと言っていいと思います、うんえ。そもそもなぜ梅雨を発表するかというと防災の観点が強いんですね。はい、気象庁のホームページを見ると梅雨期は大雨による災害の発生しやすい時期というふうにあります。えつまり梅雨が 入るともう大雨に警戒してくださいよという意味。はい、そして逆に梅雨明けは大雨のシーズンが終わってこれから暑さに警戒してくださいよという意味になるんですね。うん、実質そういうモードにもう入ってるってことですね。関東はそのようになっていると思いますね。はい、梅雨が明けたかもしれないというお話ありましたけれども、ということは梅雨末期の大雨とよく言いますけれども、それが今年はなさそうだということなんでしょうか。いやそうとも言えず西日本は。 二度目の梅雨があるかもしれない。二度目の梅雨。戻ってくる。そうですね。これ、あの、<ー>次の日曜日の雨の予想なんですが。九州方面に活発な雨雲が流れ込むような予想になっています。もし、西日本梅雨明けの発表がないとすると。 気象庁はまだ梅雨、あ、大雨の可能性があるというふうに考えているということですので、そのように理解していただければと思います。はい、西日本はまだ大雨、それから、まあ、暑さにも今後警戒が必要だということですね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。